5番川本芳子議員。はい、します。令和6年度の国民健康保険税と今後の在り方について質問いたします。守山市の国民健康保険税が新年度から約 8.8% 引き上げられようとしています。基金2000万円を活用して県が示す標準保険料よりも引き下げたという説明ですが、それでも国保加入者にとって加入者にとっては大きな負担増です。実質所得は減り続け、年金も年々引き下げられ、その一方で異常な物価高騰が生活を襲い、国保の加入者の税負担感は高まっており、これ以上の引き上げは高すぎて払えないという声が寄せられています。市の引き下げのための努力は一定見られますが、それでも 8.8% の引き上げは大きいものがあります。そこで、令和6年度の国保税と今後の在り方についての質問をします。先ほども紹介しましたように、県が示す標準保険料より少し引き下げられたのは事実ですが、仮に引き上げざるを得ないとなったとしても、今回の引き上げ計画が妥当なものなのか、その点が問われます。国保加入者の生活実態から見れば、何よりも均等割、平等割を抑えるのが本意かと思いますが、引き上げ案は1人当たりの保険税額は年間で1万2000円増となります。ご承知のように、所得がない子どもたちにまで均等割をかけるのは問題があります。国もそのことを認めて、就学前の子どもに対しては、均等割額の半額を公費負担することになっています。ところが、守山市は1人当たりの均等割額を医療費給付費分で3586円の引き上げとなっています。これでは矛盾のある均等割分の負担に拍車をかけることになるのではないでしょうか。均等割や平等割を抑えるために、所得割率を引き上げるなどの検討はされなかったのか、そのようなシミュレーションをされたのか、お伺いします。子どもにかかる均等割については、就学前までは半額公費負担となっています。これは均等割そのものに矛盾があることあるということを踏まえた対応ということです。しかし、その矛盾は就学前の子どもに限ったものではありません。均等割を無償にする、こういった施策を講じるべきではないでしょうか。県内市町では均等割を18歳まで無償にする趣旨で、米原市は18歳までの均等割を実質ゼロとするため、応援金を支給しています。守山市でも18歳までの均等割額を軽減することができないでしょうか。見解をお聞きします。またもし仮に実施するとしたら、守山市の場合予算的にはいくらぐらいを想定されているのでしょうか。合わせてお聞きします。次に、市の国保の基金2000万円を活用して引き下げる努力をしたと説明されていますが、令和5年度末の基金残高1億2600万円のうち2000万円を取り崩した根拠は何か、お尋ねします。2月7日に国保運営協議会が開かれ審議されていますが、その中での意見議論の特徴を教えてください。県は第3期国民健康保険の運営方針の中で、令和9年度から県内市町の税率を統一する方向を示しています。令和11年度まで移行期間としていますが、県の具体的な方針を見ると、令和6年度から税率統一に向けた地ならしともいえる対応を迫ってきています。日本共産党滋賀県地方議員団として1月19日、県に対して税率を引き上げることのないよう、納付金を据え置きせよと申し入れました。私も初めて県の交渉に参加しましたが、その中で県内統一税率になれば、県内すべての町が引き上げられるという説明を聞いて、大変驚きました。国保の都道府県単位化は、財布を大きくすれば国保の安定化を図れるというのが当初の理由でしたが、これでは安定化どころか、国保加入者に一層の負担を押し付けるだけではないでしょうか。それは国民健康保険法の趣旨に反するのではないでしょうか。
国保税をこれ以上引き上げないようにしなければ払えなくなる人がますます増えます。それは絶対に避けなければなりません。県が示した国保の運営方針に対して市町が意見を述べる機会があったと思いますが、森山氏からはどんな意見を述べられたのでしょうか。森山市民の国保加入者の命と健康を守るために問題点があれば森山氏から言うべきことを言う、このスタンスが大事なのではないでしょうか。その点をお尋ねします。県が示す県内統一になった場合、森山氏の国保税は現行の税率と比べてどこまで引き上げられるのでしょうか。1人当たりの標準的な保険税で比べたらどれくらいの引き上げとなるのかお尋ねします。国民健康保険の保険者は市町、森山市にあります。ですから保険税率を決めるのは森山市です。県内統一を進めるにあたって、どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯であれば同じ保険税にすると県は説明しています。一見なるほどと思えますが、しかしそこには国保税を納めるということと医療サービスに温度差があってはいけないのではないでしょうか。しかし各市町の医療サービス水準は異なります。保険税を県内統一することには無理があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。全国市長会はこれまで国に対して国民健康保険への公費支援を1兆円に増額し、高すぎる保険料を引き下げることを求めてきました。ところが国はいまだこの要望に応えようとはしていません。今一度改めて国費支援を増額するよう国に求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。見解をお聞きします。以上、八田健康福祉部長にお伺いします。健康福祉部長。それでは令和6年度の国民健康保険税と今後の在り方についてのご質問にお答えいたします。まず1点目の均等割や平等割を抑えるための検討についてと、3点目の基金2000万円の取り崩しの根拠については関連いたしますので、合わせてお答えさせていただきます。保険税率については、県が示す標準保険税率を参考に各市町が設定することとなっており、これまでかすみません、失礼しました。保険税率については、県が示す標準保険税率を参考に各市町が設定することとなっており、これまでから財政調整基金を活用し、被保険者にとって急激な負担増とならないよう設定してまいりました。そのような中、県から示された令和6年度の標準保険税率は引き上げ幅が大きく、国保運営協議会からも1人当たりの税額を15万円以下にできないかというご意見もあったため、基金2000万円を活用し15万円以下に抑えることとしたこと、またその2000万円の宛先をいくつかシミュレーションした結果、低所得者への影響が大きい医療給付費分の均等割に1500万円、平等割に500万円を充当し、今回の税率を設定させていただいたものでございます。結果的に均等割額が昨年度より3586円の引き上げにはなりますが、制度上、均等割、平等割については、世帯の所得に応じて7割、5割、2割が減額され、低所得者への影響が抑えられるようになっています。次に2点目の18歳までの均等割の減額については、国民健康保険ではすべての世帯員が等しく保険給付を受ける権利があるため、均等割保険料として世帯の人数に応じた応分の負担をいただくこととなっています。議員がご紹介いただいた米原市の事例は、子育て世帯への支援策の一環として18歳までの国保・被保険者がいる世帯に対し、
均等割額相当分を応援金として申請により支給されているもので、均等割額を減額するものではございません。本旨としましては、財源も限られていますことから、前払しのような制度を導入することは考えていません。なお、仮に本市が同様の支援を行う場合は、約2200万円が必要となります。次に4点目の2月7日の国府運営協議会での意見、議論の特徴については、市長より令和6年度国民健康保険税の税率について諮問をさせていただいたところ、引き上げは被保険者にとって大変厳しいことではあるものの、基金を税率引き下げのために活用し、引き上げ幅を抑える策を講じたことは一定評価していただきました。しかしながら、被保険者の保険料負担が重くなることで、滞納が増えることが懸念されるため、しっかりと被保険者に寄り添った中で徴収に努めるとともに、基金の計画的活用、また一方で、保険事業の一層の取り組みによる医療費の削減に努めるなどにより、令和9年度の保険料水準の県内統一までの間、安定した国保運営を図るよう答申をいただいたところでございます。次に5点目の第3期滋賀県国民健康保険運営方針に対する本市の意見については、昨年9月に開催された県内首長会議において、市長から県が保険料水準の統一の時期を令和9年度と示した点について、県と19市町が一丸となって、令和9年度に向けてしっかり動けるよう、方針で決めた統一の時期、目標年度がぶれることがないようにしていただきたいと意見を申し述べています。また、担当課長会議等においても、最終案で令和9年度の統一を目指しますとなっていたところ、統一時期を明確にするために意見をし、結果、原則として令和9年度に統一します、統一をしますと修正されたところでございます。次に6点目の県の示す税率が県内統一となった場合の保険税については、現段階で令和9年度に県内統一した場合の税率が示されていないため、どれぐらいの引き上げになるかは不明でございます。次に7点目の各市町の医療サービスが異なる中、保険税の県内統一には無理があるのではないかについては、県内の医療提供体制等は、滋賀県保健医療計画や滋賀県外来医療計画、滋賀県医師確保計画などの中で検討がなされているところです。現在、後期高齢者医療や県協会健保も県内統一の保険料率が採用されており、医療機関の偏在等の解消と保険税の県内統一については別問題であり、国保財政の安定化や被保険者間の公平性等の観点から本市も必要なものと考えております。最後に8点目の国費支援の増額を国に要望すべきではないかについてですが、国費1兆円の投入については平成30年度の国保の都道府県化にあたって求められたものであり、国と地方の協議により毎年度3400億円の財政支援が行われているものと認識をしております。全国市長会、全国市議会議長会をはじめとした関係団体が主催する全国大会において、国民健康保険が直面する諸問題の改善を期して継続した3400億円の財政支援、さらには医療保険制度の一本化の早期実現などを決議し、国会議員等へ要望活動がされているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。5番、川本芳子議員。はい、では再質問させていただきます。矛盾のある均等割の負担に関しては、1番と2項目目の答弁に関係するのですが、納税能力に関係なく均等割は
世帯人数に応じて増えるため、人頭税とも呼ばれるもので、米原市はすでに実質全額免除を実現しています。米原市にできて、守山市にできないわけではないです。問題はやる気です。均等割の矛盾をどうカバーするのかという問題です。応援などの名目であっても、還付方式であっても、保険加入者本人に対する課税では、子どもにかかる均等割はかかっていないわけです。守山市でもそのような応援はできないでしょうか、お尋ねします。健康福祉部長。それでは再度のご質問にお答えさせていただきます。守山市でも米原市と同様 のことはできないかということかと思います。国保税の軽減につきましては、自治体独自で軽減対象者の拡大だとか、軽減額の拡大ができないようなことになっております。で、米原市と同様に実施をするのであれば、やっぱりこれは国保事業ではなくて、先ほども答弁させていただきましたように、一般施策として考えていく必要があります。で、その場合にはやはり限られた財源の中で、どのようなことをこう優先順位をつけていくのか、実施するのかしないかも含めてなんですけれども、これは議論が必要かなというふうに思ってございます。現在、未就学児には半額を軽減する制度もございますので、今のところ導入するというような考えは持っておりません。以上、答弁とさせていただきます。5番、川本芳子議員。財政圧迫というところで、3つ目の質問に関連するのですが、県が示す資料には、各市町は今回の算定結果に基づく標準保険料率を参考に、各市町の財政状況を勘案し、令和6年度の保険料を決定すると言っています。ですから、市の判断によって、一般会計繰り入れによる国保料の負担抑制、拡充することはできます。この点についてはいかがでしょうか。健康福祉部長。はい、部長。一般会計から繰り入れたらどうかというご質問かというふうに思います。都道府県単位化以降については国の方からも保険料を下げるために一般会計からの繰り入れは厳しく制限をされているところでございます。で、滋賀県の国保運営協議運営方針においても、決算補填等の目的のために法定外繰り入れのところは原則禁止というふうにされております。で、市長が仮に一般会計から繰り入れをするということになりますと、公費の方が県全体で減らされる、ペナルティーがあるというようなこともございます。で、そうなりますと、繰り入れをしますと、一般会計からの繰り入れについては国保だけではなくて、一般市民の方々からも国保のためにという負担を強いることにもなろうかと思いますので、原則一般会計からの繰り入れはしないということで考えてございます。以上でございます。5番、川本芳子議員。罰則をかけないと地方自治体が一般会計から繰り入れるから、守山市は難しいということですけど、罰則をかけないと繰り入れちゃうから、それをできないようにするためのペナルティーがあるということなんです。県は今すぐ市町独自の値下げを認めるとともに、県としての財政支出を行い、値上げを応援するべきなんです。このことを踏まえて、5つ目の値下げ、ごめんなさい、ありがとうございます。県として財政支出を行い、値下げを県は応援するべきなんです、値下げを。はい、このことを踏まえて、5つ目の質問につながるのですが、また、運営方針の田島町の意見では、こんな意見も出ていました。当該年度の被保険者負担の
軽減に活用しうる公費を将来に向けた積み立てに回すことは、当該年度の被保険者負担を増加させることと表裏一体の関係にあるってきちんと申の申してる市町はあります。そしてその意見に対して県は積み立てに関して毎年取り扱いを市町と協議しと答えています。このような市のスタンスを私は求めたいのですが、いかがでしょうか。健康福祉部長。部長、保険税を下げるために市として県にものを申していくようにというようなご指示かというふうに思います。確かに県が示す保険標準保険税率に基づきまして市の方は算定させていただいておりますけれども、そこについてはやっぱり医療費の増加だとか今昨今の状況とかもございますので、上げざるを得ない状況にあるといったところはちょっとご理解をいただきたいところではございます。ただやはりそれが大幅な増加にはならないように県の方にの、基金も活用していただくなど、そういったところの申し入れはさせていただいておりまして、今回の結果というようなところであります。はい、以上答弁とさせていただきます。5番、川本芳川議員。森山氏は市の統一化を、必ず進めてくださいって言ったっていうのは本当に残念で納得できないんですけども、引き続きその、6番の項目につながるんですけど、もともと標準保険税率自体が高齢者による給付費の増加などによって毎年のように引き上がる仕組みになっています。標準保険税率というゴールまで走ることを迫られている上に、県内統一というゴールに自体がどんどん県内統一するとどんどん引き上げられていくんですけども、そこをそうなるとどうなるかなんです。これまで令和5年6月1日の時点で国保世帯数8539世帯のうち滞納世帯は574世帯おられます。これまで払っておられた人も世帯によってさらに保険料が払えない人が増えてくるのではないでしょうか。その点はどうお考えでしょうか。健康福祉部長。それではお答えをさせていただきます。県全体で保険料が上がっていく、標準保険税が上がっていくっていうのは、保険料の水準を統一するっていったところが理由ではないというふうに理解をしております。でこちらやっぱり1人当たりの医療費だとか、あと後期高齢者医療支援金等への負担の方が増えているといったところで保険料水準が上がっているというふうにお理解をしております。確かに税率が上がっていくことに対して滞納の方が増える可能性というものはこちらの方も懸念をさせていただいておりますので、そこは丁寧に皆様にご理解をいただく中で進めさせていただきたいというふうに思っております。以上、答弁とさせていただきます。5番、川本芳子議員。はい、すいません。生活困窮世帯に先ほども支援するということがもしかしたらあるかもしれないんですけど、その支援金を出す一方でこっちで国保料を上げているのでは意味はありません。ではもし、納得はできませんが100歩譲って統一ということになった場合、今後保険料水準が統一されるのであれば、医療資源へのアクセス、医療サービスは管轄ではないかもしれないんですけど、アクセスですね、そこの公平性もしっかり担保する必要があると思っています。森山の、医療体制、そこのアクセスは全然その田島市と違うと思います。例えば立東の人やったり、郊外やったり全然市町それぞれ医療体制へのアクセスは違うのに、どうして同じ収入であれば同じ、保険料払わないといけないのかっていうところが全く納得はできません。
そのアクセス、同じ保険料を払うな、統一されてしまうなら、その医療資源へのアクセスも公平をしっかりする、公平をしっかり担保する必要があると思いますが、そこはもう一度お伺いします。いかがでしょうか。健康福祉部長。医療アクセスの問題だと思いますけれども、先ほども答弁させていただきましたとおり、医療提供体制との整備と保険料の県内統一の話は別だというふうには思っております。で、ただやっぱり医療を必要とされている方が適切にやっぱり医療を受けていただく環境を作っていったところはやっぱり必要だというふうに思っておりますので、そこについては今県の方でそちらの方の整備をされていますけれども、そこで必要なことについては課題のあるところについては意見として申し述べるべきだというふうには考えてございます。以上答弁とさせていただきます。川本芳子議員。今後、高齢化によって医療費は引き上げられ、それに伴って保険料も引き上げ続ければ、ますます保険料が払えなくなる人は増えてくるかと思われます。一層の公費拡充の再検討を図られるように、国には、強く要望してほしいと思っております。国保税のさらなる値上げ進んだら、住民と健康と住民の健康と命、暮らしを壊して、日本の公的医療保険制度を崩してしまうのか、構造問題の解決のために公費投入を増やして値下げして、公費投入によって構造問題を解決する、そこの部分をぜひ共有できるかが重要だと思いますが、いかがでしょうか。健康福祉部長。国への要望というところだと思います。毎年先ほども申し上げましたように、国保中央会、それから全国市長会をはじめとした関係団体が意見を取りまとめておられまして、全国で要望活動をされております。ですので、本市としてもそれに賛同させていただきたいというふうに思っておりますし、昨年も全国市長会の方で重点事業として、医療保険制度の一本化に向けて、やっぱり抜本改革の実施をしていくべきというようなところも提言されておりますので、動向を見させていただきたいというふうに思っております。以上、答弁とさせていただきます。5番、川本芳子議員。では、この質問の最後に、国民皆保険制度、社会保障制度として、国民全員が強制加入する公的医療保険制度です。ご承知のように、社会保障制度は憲法が国に定めた社会保障です。つまり、国が責任を持って保障する制度です。相互扶助、お互いに支え合うものではありません。市民が命と健康、暮らしを脅かされながら、痛み分けするものでは決してありません。そのことを改めて申し上げさせていただいて、次の質問に入ります。続いて、市内巡回バス、コミュニティバス運行について質問します。昨年12月、市議会議員になって初めての質問でこの問題を取り上げました。市民の皆さんから強く待ち望まれていますので、再度質問します。今回は守山市地域公共交通計画に沿って質問します。計画策定にあたっては、誰もが安心して移動できる環境を作り、将来にわたって地域公共交通を維持するためとその目的が明記されています。計画は令和6年度から令和10年度までの5年間です。そこでまず、現状と対策についてお伺いします。93ページには、モーリーカーの1日あたりの平均利用件数を令和4年度の実績数で1日 42.1 件、これを令和10年度の目標、1日60件に設定されています。引き上げるための課題と対策をお伺いします。
計画では森山氏が将来目指すべき人口規模を2040年に8万8000人程度、2060年に8万6000人程度の人口維持を目指していますとあります。また2050年まで65歳以上の人口は増加を続け、免許返納者の増加も見込まれ、移動が制限される高齢者の方など高齢の方などの需要はますます高まっていくと考えられます。市民にとって快適な移動を確保することは大事なことです。この点で森山市は一定の公共交通網が整備されていることから、既存路線バスの維持充実を基本としつつ、それぞれを補完するためにデマンド乗り合いタクシーモーリーカーを運行していると12月議会でも説明されました。そこで既存バス路線だけで快適な移動が保障されている地域エリアはどこでしょうか。ご承知のようにこれは市内路線バスの路線図とバス停整建です。例えばいわゆる今浜地域、ここでございます。古高、勝部、二町、伊勢、閻魔堂、千代などの路線バスが運行されていない地域、いわゆる空白地域でございます。どういう手段で快適な移動を保障しようと考えておられるのでしょうか。ここからここまで近いんです。近いというか一番近いバス停がここなんですけど、古高です。で、古高から森山南中学校前方面のバス停ご紹介します。午前中ございますがお昼からございません。で、大門逆に琵琶湖方面に向かうバス停は午前中がなくて1時からが始発となっております。バス路線以外の地域を補完するものがモーリーカーという説明をされるでしょう。問題はこのモーリーカーだけで補完できているとお考えでしょうか。具体的にお伺いします。計画書49ページでは40代と80代の移動手段の違いが示されています。40代では自家用車を活用した移動が 80% を占めていますが、80歳代は 43.2% と半減します。自力で移動できない割合が高く、家族の送迎や公共交通に頼る傾向があると分析されています。その通りです。高齢者の方々が高齢になっても生き生きと生活できる社会づくりのためには公共交通網を整備する必要があります。中須学区、多摩津学区では既存路線バス路線に対して不満が強くなっていると分析されています。そうだとすればそこをどうカバーするのかが問われています。62ページには自動車がないと快適に移動できないが 69.8%、 高齢者や免許を持たない人の移動が不便と 61.1% の人が答えておられます。切実な声です。この声にどう答えていくのかが問われているのではないでしょうか。市民の声に市内巡回バスは考えていないと突っ張るのではなく、県内13市の中でコミバスが運行されていないのは大津市と森山市だけという実態を踏まえて導入に向けた検討をするべきではないでしょうか。市民の不満の声にどう答えるのか、その具体的な改善策についてお伺いします。12月議会では市内巡回コミュニティバスを一旦導入してしまえば既存路線バスの縮小撤退につながるための利便性の低下をきたすこと、また利用者に満足いただける便数や停留所を確保するには多大な費用負担が必要になることなど、さまざまな問題がありますことから、現時点においてコミュニティバスの導入は考えておりませんとの答弁でした。私はあくまでも既存のバス路線を維持しながら、またモーリーカーでカバーできるところはカバーしてでも、なお快適な移動を保障できない地域があるのではないか、その地域だけでも混みバスを運行できないものかと思います。この4月から路線バスの減便が決まっている路線があります。杉江循環線の
時刻表でございます。9便目が全部なくなりまして、8便目が最終便になります。これは、山鹿までのバスの最終便で、杉江以降は7便目が実質最終便になります。さらにこれはこの浜線の時刻表です。今赤い3本線最終便になっている赤い3本線が減便になっています。増便は緑色でこの下の表で増便1便あるんですけども3便が減便です。反対側も1本、減便になっていますが減便実際減便される路線バスを利用されている人は立ちどころに不便になるわけでますます公共交通の充実を求める声が大きくなると思います。それらの点について具体的に検討されたのでしょうか。既存バス路線会社と意見交換はされたのでしょうか。91ページではクルッとバスの大方循環線と焼け屋線については地域内路線として自動車を自由に利用できない交通弱者の日常生活における移動手段の確保およびバス交通網の空白不便地域解消の役割を担っており地域に欠かせない重要な公共交通ですと書かれています。市はすでに込みバスの役割について重要な公共交通ですと強調されています。そこなんです。だったらクルッとバス運行地域だけではなくそれ以外のいわゆる空白地域不便地域だけでも巡回バス導入の検討を考えるべきだと思います。どうか市民の声に耳を傾け積極的な施策を実現してほしいです。森中市長に期待の声が大きいです。市長の決断を求めます。市長、失礼しました。失礼しました。それでは川本議員からのコミュニティバスの運行について7点ご質問いただいてますのでお答えいたします。まず1点目、毛利以下の1日あたりの平均利用件数の増加に向けた課題と対策ですがアンケートの結果におけるこの満足度もおかげさまで高くなっておりまして、制度として一定成熟しているものと考えております。ですので、毛利以下については、現在の制度をもとに、今回作成する計画案に位置づけております周知等のまず認知度の向上、それから乗り方講座等の実施、また、乗降場所ですとか目的地の検討、さらには登録要件や利用方法の見直しなどによりまして、利便性の向上、また利用促進に取り組むことで、利用件数の増加を目指してまいりたいと考えております。2点目、その快適な移動が保障されている地域ということでございますが、もう初めからもともとですね、われわれ今までからも、そしてこの計画の中でも、その快適な移動を保障するということは申し上げてはおりません。昨日の小牧議員の関連質問の中でも、あれは候補の文脈でございましたが、そのすべてのものを保障するというのは、どうしてもですね、それは限界ございます。その中でどうやって快適な移動をなるべく確保していくか、そこをどう実現するかというのは、頑張っていきたいと思いますが、快適な移動を保障するということは申しておりません。その中で、元来、既存路線バスだけで、すべての方の快適な移動需要を将来も含めて保障するというのは、既存路線バスだけでは難しいと考えております。できる問題はございません。そういった中で、多様な移動手段を使い分ける、これが重要であると考えております。計画案にも記載しているとおり、路線バス、またモーリーカー、クルッとバス、タクシーなど、各公共交通がそれぞれの役割や機能を発揮し、連携することで、この計画に掲げております地域のみんなで考え、今あるものを上手に活用しながら、将来にわたり誰もが安心して移動できる地域公共交通を実現すると、そういった姿に目指して、計画案のその基本理念、この実現に向けて取り組みたいと考えているところでございます。続いて、次の質問も同じことなんですが、その路線バスが運行されていない地域の快適な移動、これをですね、その路線バスだけでは
保障されているのかと、またどうやって確保していくのかということですが、このバスの需要が少なくて、バス路線が廃止になった地域等につきましては、他地域を走る路線バスに、例えばモリーカーですとか、クルトバス、またタクシー等の交通手段を加え、各交通の連携により、この計画に掲げています、誰もが安心して移動できる地域公共交通の実現に向けて取り組みたいと考えているところでございます。また、次の毛利家だけでバスの保管ができているのかについてですが、これもちょっと繰り返しになりますが、この誰もが安心して移動できる地域公共交通の実現に向けては、この毛利家のみならず、各交通の連携が重要であると考えております。また5点目、高齢者ですとか免許を持たない方などの移動需要に対する改善策でございますが、高齢者また免許を持たない方たちにとりまして、より移動しやすい公共交通となるべく取り組みたいと考えております。しかしながら、その移動需要につきまして、その議員仰せの市内を巡回するコミュニティバスで対応するとなりますと、これも前回12月でもご答弁させていただきましたが、既存の路線バスの縮小撤退につながるため利便性の低下をきたすこと、また利用者に満足いただけるこの便数、また停留所の数、これを確保するためには多大な費用負担が必要になることなど、さまざまな課題がございます。また現在、日本各地、また県内でも各市町において、議員質問の中でも11市町というふうなお話がございましたが、コミュニティバス運行しておりますけれども、路線バスの運行状況、また市民の移動ニーズ、地形等、それぞれ各市町異なってまいおりますが、どの市町でもですね、事業者の運転手不足、また経費の増加、そういった問題に直面していると認識しております。このコミュニティバス運用している11市も例外ではなく、このコミュニティバス課題として、やはり利用者が少ないにもかかわらず多額の費用がかかる、また運転手の確保が困難となってきているなどから、このモーリーカーのようなデマンド型乗り合い交通への転換を検討する動きもあると承知しております。市内循環のコミュニティバスを運行すれば、すべての市民ニーズに応えられるという状況には残念ながらないと考えておりまして、守山市では高齢者や免許を持たない人をはじめとしたこの要件に該当する方が市内各地を移動する手段としてモーリーカーを運行させていただいておりまして、今後におきましても既存路線バスの維持充実に力を入れていくとともに、モーリーカーの利用促進、また運用改善でさらなる利便性の向上を図る中、市民の皆様の移動手段の確保に努めてまいりたいと考えております。続いて減便の関係、バスの減便の対応、またバス会社との意見交換でございますが、この4月からのいわゆる2024年問題に伴うこの減便でございますが、国の告示改正によりますこのバス等の運転手の労働時間規制、この強化がご案内のとおり背景にございます。国内各地でも大幅な減便、またはその路線バス事業自体からの撤退なども大きな影響が出ております。そのような中、本市内の路線におきましては、昨年から路線バス事業者とは協議を重ねておりまして、この守山市地域公共交通活性化協議会においても、この現状課題を共有する中、影響を最小限に抑えていただいたものと考えております。しかしながら、今後においても地域公共交通を取り巻く厳しい状況、これは続いていくということが予想されますため、地域の交通需要に適した移動手段の確保のために、地域住民、行政、交通事業者はそれぞれ何ができるか、地域全体で危機感を持って地域公共交通を支えていくことが肝要であると考えております。行政、交通事業者、地域住民が一丸となって地域公共交通の維持充実に取り組むことができるよう、今回策定します交通計画に基づきまして事業施策を実施してまいります。最後に7点目、巡回バスの積極的な導入につきまして、まず本市が導入しておりますクルットバスでございますが、こちらについては草津市および立東市、その地域から本市の JR 守山駅、また県立総合病院等へのアクセスが可能となるといった他市にとってもメリットもあるということで、共同で運行することで費用負担を最小限に抑えつつ実現できたものでございます。しかしながら、議員ご質問のような地域の新たな
巡回バスの運行については、そのような状況になく現時点において導入は考えておりません。繰り返しになりますが、引き続き既存路線バスの充実、維持充実に力を入れていくとともに、モーリーカーの利用促進、また運用改善でさらなる利便性の向上を図る中、市民の皆様の移動手段の確保に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。5番、川本芳子議員。先ほど目指しておりませんとおっしゃられて、おられますが、第5次総合計画には市内の移動という点において徒歩、自転車、バス等で快適な移動ができる市民の割合について令和3年度で 33.1%、 これを令和7年度には 50% にするという目標値が示されています。これは市民の気持ちに寄り添って快適に移動できると実感できる市民を増やすことはとっても必要な課題と考えています。素晴らしいというか大切な課題だと考えていますが、市長はどうお考えでしょうか。市長。はい、お答えします。私が申し上げたのは、この議員の質問の中で快適な移動が保障されていると、そういった言葉が使われていますので、この移動の保障、移動権、いわゆる移動権、これ国会でもずっと議論されておりますが、この移動権というものはなかなか難しい権利である。その保障するというのは権利的保障は難しいということを申し上げただけでございまして、今ご質問ありましたとおり、市民の方が快適に移動できる環境と、そういった環境をもしくはそういったふうに思っていただける、そういったことをしっかりとなるべく確保して公共交通で移動しやすい、その今この私どものこの計画でもですね、基本理念として書いてあります通り、正確に申し上げたいので、すいません、ちょっとお待ちください。誰もが安心して移動できる地域公共交通の実現とかですね、その将来に地域のみんなで考え、今あるものを上手に活用しながら、将来にわたり誰もが安心して移動できる地域公共交通、そういった姿を実現することを目指す、それは共通というか、しっかり頑張ってきて、ただその移動権としての保障ということでは掲げておりませんということでございます。5番、川本芳子議員。その快適な移動ができる、っていう実感を増やすことは同じ気持ちというのは安心したんですけども、ではその引き上げるための策、課題は何かとお伺いします。対策か。市長。はい、ですね、この課題につきましては川本議員大変関心強くお持ちです。12月の議会でもご質問いただきましたので、ちょっと突っ込んだというか率直なお話をさせていただきたいと思います。課題はということでございますので、その川本議員の質問の根底にあるのは、この市民のニーズ、市民のご要望がそのコミュニティバス強くて、そのコミュニティバスを走らせればその市民の皆様の思い、それが解決できるということでご質問いただいているんだと思います。で、当然その我々もそのコミュニティバスを走らすのか、モーリーカーを充実するのか、どういうふうな路線で行くのかというのは、もう前の宮本市長の時代からルール検討議論を続けてまいっております。それは市議会の皆様に対しても議論しています。で、そういった中で今現状、そのモーリーカーという制度は300メートル以内、おおむねですね、それは外れてる集落から外れてる方はいらっしゃいますので、その方全部というのはなってませんが、おおむね集落ごとに300メートル以内には乗れる場所、乗降場所をまずは設定する。で、その上でオンデマンドですので、基本的には何時に乗りたいというご要望があって、ただ乗り合いですので、ちょっとタクシー会社との調整で、例えばちょっと30分待ってくれ、この時間ならこの人とこの人乗れるとか、30分以上かかる場合もあるようですけども、若干の時間の調整はさせていただいてます。で、その代わり、行きたいところに行けると、大きいところはですね、行きたいところは行けるという制度です。で、逆にじゃあそのコミュニティバスでこれを解決しようと思うと、じゃあ例えばその各停留所、その300メートル以内にあるのに、今はモーリーカーなんですね、それ以上の乗り場をじゃあコミュニティバスで地域の隅々まで置くのかという話、それから時間についても、その30分とか1時間は仮にお待たせしてしまうかもしれませんが、それでその乗りたいときに乗れる制度が片やあるのに、それ以上のコミュニティバスの本数をじゃあ必ず30分に1本コミュニティバスをその隅々まで300メートル以内の停留所に、それを走らすのに果たしてどんだけのそのお金と
バスの運転手台数が必要なのかとか、まあ、正直言うとその実際にコミュニティバスで運行した場合と今のモーリーカーをもっと、まあ、改善はしていかないといけないと思っています。その改善はしっかりとこれからまた議会の皆様ともご議論する中でやってきますが、少なくとも今現状のモーリーカーと比較してですら、そのコミュニティバスを導入すればその市民の皆様の今のモーリーカー以上のご要望をお応えするコミュニティバスというのは大変至難の業であるというのは我々の検討の中ではそういった結論でなっておりますので、コミュニティバスの導入は考えてないと言ってますので、その市民のこんだけ要望があるのに冷たいじゃないかと言われてもですね、そこは我々はその執行部としてそれは費用対効果また今の制度との比較の中でそれ以上のものをコミュニティバスで現在やれる路線はほとんどないのではないか、もしくはそのモーリーカーをしっかりと充実する中でその課題に寄り添っていく方がいいんじゃないかということで検討を進めているということでございますので、まあ、課題は今申し上げたとおりいろいろその停留所の場所とか目的とか本数とかいろいろあると思いますが、そういった中で、ベストとは思っておりませんがベターの選択としてモーリーカーを運行させているということでございます。川本芳子議員。市長、隅々までとおっしゃられたんですけども、私がお伺いしているのはこの空白地域、この空白地域だけでもコミュニティバスを走らせてはいかがでしょうかって申し上げております。隅々までという意見話ではなくて、今例えば空白地域に対してどうコミュニティバスを走らせてほしいっていう話をしております。でモーリーカーやタクシーがあるとおっしゃられましたけども、12月議会でもモーリーカーは本当に行き先が制限されてますし、私たちは6カ所とか、になってきます。実質使い目的地が少ないから使いづらいという意見アンケートも出ております。この声に対してはどのようにお考えでしょうか。市長。はい、まず今回の質問の中で例えばその今浜ですとかもしくはその伊勢二町などの地域ということで、まあ、空白のお示しいただいています。でこれこそ逆にですねお尋ねというかしたいんですが、それ以外の地域の方はじゃあどうされればいいんでしょうかというか、 なんでじゃあ二町伊勢だけというかですね、もしくはその今浜だけということになりますし、それはあくまでその市全体をその利用されたい方が利用できる制度としてモーリーカーをまずやっています。でそういった中で例えばその今浜地域であればおそらく人口とかの関係からその費用対効果はおそらく著しく減ります。じゃあ費用対効果だけ考えて伊勢地域ですね、あそこ その下の南部の方のところでどんだけまあできるかという議論はあるかと思います。ただ先ほど最後の答弁で申し上げましたが、今そのクルットバスを運行しているのは草津と立東とそしてまあその駅前と総合病院を結ぶというそういった路線の中で、これであれば費用対効果の中でもクルットバスはコミュニティバスとして市としても公費を負担する価値、そのモーリーカーとの並存するだけの、まあ、理屈が立つだろうということをやっておりますが、残念ながら今の時点ではその今南部の方のその地域もですね、市単体でコミュニティバスを回すよりはそれはモーリーカーの運用改善でやった方が効果が高いというふうな判断をしております。で、まあ、その上でモーリーカー自体も使いづらいじゃないかということでございますが、議員ご指摘のとおり主政会の代表質問の時にもお答えさせていただきましたが、目的地にその個別のクリニックを入れてほしいとか、まあ、そういったご要望あるのは承知はしています。で他方で何度も答弁申し上げていますが、これはミックス、公共交通はあらゆるその公共交通のミックスで考える必要、バランスで考える必要がございますので、それをすることによって例えば既存バスへの影響、もしくはその既存タクシー業者、まあ、既存タクシー業者は公費で負担してもらえるからもしかしたらタクシー業界にとっては変わらないのかもしれませんが、ただ既存バスには確実に影響を与えます。でそういったこととかをミックスして考える必要がございますので、本当にそのどこまでをモーリーカーもしくはその税金を入れた中で確保するのか、でその料金で頑張ってもらうべきところはどこなのか、そのバランスが大事だと思ってますので、そういったことも含めて来年度モーリーカーの運用改善、例えばその目的地商業施設今少ないです、目的地がそれをもうちょっと拡大できないかとか、で個別のクリニックは本当にやっていいのか、やったらそのどういう影響があるのか、そういったものも含めて議会の皆様ともご議論をさせていただきたいと思っております。5番、川本芳子議員。
逆になんでということだったんですけども、なぜならここの空白地域、バス停も遠いし、バス停クルッとバスがない地域に対してコミバスを走らせるという理由なんです。はい、そして、モーリーカーに、目的地が少ないし実質利用できない人っていうのは、12月議会でも運転できる人はぜひ自家用車でというふうにおっしゃられました。自動車中心のライフスタイルが続くと公共交通のサービスレベルはますます低下し、学生や子ども、高齢者をはじめ免許を持たない方が移動しづらくなりますと計画策定の背景で述べられておられます。自動車中心のライフスタイルを生み出したのは市の計画の結果とは言えませんか。市長。はい、これはなかなか難しい問題だと思います。その市だけではなくても、この日本の社会、もしくはその、例えば東京とか大阪の大都市であればですね、自動車に頼らずともさまざまな交通機関またあると思いますが、この今森山の現状を見るに、自家用車なるべく公共交通を使いましょうとか、そういうのは呼びかけてますが、例えば森山駅の駅のロータリーに自家用車の乗り入れもう中止しようかと、禁止しようかと、そんな議論もありますので、諸外国ではそういったふうにして、もう自家用車乗り入れ禁止と、で無理やり公共交通を使わせると、それはそれで市長の権限でどこまでできるかというのはありますが、そういったことをドラスティックにやることもあり得ると思います。ただそれは今までやってこなかったし、それはさまざまな弊害がある中で、やってきていません。でそういった意味ではそこをその大いに決断して、駅に自家用車乗り入れ禁止しろというようなことまでですね、含めて、ドラスティックにやってこなかった姿勢が悪いのではないかと言われれば、そこはその毎回 のスタイルを助長してしまったことはあるかもしれません。ただそれは市だけの責任ではないと思ってますし、みんなでどうやって公共交通になるべく乗って、その地球環境も含めて負荷をかけないような暮らし方をというのは、もうこれはもう啓発のレベルでしっかり頑張るしかまずはないのかなと、もしくはもちろん公共交通をしっかりとその応援する中での施策の中で、しっかりと取り組んでいくということかと思います。5番川本芳子議員。公共交通をしっかり応援する中でというふうにおっしゃられました。実質今コミュニティバスを運行しなくても減便しないといけない状況にバス会社は追いやられています。はい、そこなんですけども、減便されることについてどのように議論協議されたのでしょうか。最小限に抑えたということでしたけども、民間会社さんもここまで頑張ってこられて、実際に減便せざるを得ない状態に結果なっています。そして結果、利用者さんにはさらに不便を強いることになる悪循環になっているとはお思いではないですか。市長。はい、お答えします。昨年からですね、ずっとこの2020年問題に向けて、各バス会社と協議を続けてきました。で、結果としては答弁でも申し上げましたが、森山市については、特にその最終便を中心とする、便の、減便ということで、その夜飲んで帰られる、もしくはその残業で遅くなられる方の利便性が低下するという事態になっております。ただ他方で、その繰り返しになりますが、他の町のようにその路線自体がなくなるとか、もしくはそのバス事業者自体が撤退するというような最悪の事態にはないようにとどめていただいていると思っています。で、意見交換してますが、やはりその一番の問題はその運転手さんの確保、そこが苦労されているという中で、そのやりくり、厳しいやりくりの中で、なんとか一番その市民生活に影響の少ないダイヤを考えていただいたというところでございます。当然その中でそのバス会社さんとはルール協議はさせていただいています。でその悪循環になっていると思いませんかというと、なっていると思います。なのでその悪循環をしっかりと断つために、例えばその学生たちの全部乗れるそのパス
お出かけバス、まあ、その高齢者の皆さんがしっかりそのバス乗り放題になるとか、さまざまなそのバスをしっかりと使っていこうということを、森山市は他市よりもしっかりとバス会社とよく協議する中で、そういったその路線バスをしっかり乗ろうという施策は充実していると思ってますので、まあ、引き続き路線バス会社ともですね、しっかりと協議をする中で、なるべくその今のバスを、まあ、まずは維持、もう本当にそれも今もう本当に苦労されています。それを何とかできないかということをしっかりと頑張っていきたいと思います。5番、川本芳子議員。民間会社さんに空白地域、不便地域に対してコミバス業務を委託するという考えはどうでしょうか。市長。はい、よくわかりません。それがまさにコミュニティバスのことかなと思うんですが、大体コミュニティバスも全部バス会社さんに基本的には委託とかをしてますので、で何度も繰り返し申し上げてますが、まあ、一番の問題、課題、一番というか、課題の一つは、やはり人、運転手さんをどう確保するかの問題だったりしますので、まあ、他方でその2種免許がいらない車で、まあ、行けるとかですね、まあ、時間もその、いわゆるそのバスの、この労働時間規制ではない日中の範囲で、まあ、運行できるとか、まあ、そういった意味では既存のバスの運転手さん不足とは、まあ、全く同じとは申し上げません。ただやはりそうであっても結局その人不足というかそこの過去の問題もありますので、そういった中でさまざま隅々、まあ、隅々とは言ってないとおっしゃるのかもしれませんが、そのある特定の地域だけを、まあ、コミバスを走らすことも現時点ではまずは毛利課の運用改善でしっかりフォローをできると思っておりますので考えていないということでございます。5番、川本芳子議員。市内コミバスを走らせてほしいと訴える市民の声を受け、私たちはこうして市長に直接訴えていますが、検討してもらえないということで非常に残念です。公共交通に対する要望はこのあとずっと上がり続けますよ。引き続き市民の願いが実現するまで私たちは訴え続けていきますので、よろしくお願いします。はい、最後の PA のすいません、あり方と負担軽減について質問します。2月14日付の京都新聞18面に掲載された記事が話題になっています。市内の小学校でこの春新学期から PTA 非会員の子どもを登校班に参加させないという方針が報じられました。今 PTA のあり方が全国で課題になっています。子どもが学校に入ったら親は PTA 加入が当たり前とする時代は遠い昔となったのかもしれません。当然のことながら PTA 加入は強制ではありません。会費を徴収するのですから、それぞれの加入意思の確認の下で組織は構成されています。加入するかしないかは基本的に保護者ご本人の意思が尊重されるものであることは当然のことです。ところが PTA 加入に PTA に加入しないという意思を示す保護者さんがだんだん増えておいでで、これでは PTA そのものの存続が危ぶまれる、役員負担が増える、いっそのこと PTA を解散しようという選択をした地域も出てきています。そして今回のように結果的に PTA 非加入の親の子どもさんが集団登校に加えないなどということになってしまったのではないでしょうか。しかしやはり保護者が PTA に加入する加入しないが子どもたちの関係に分け隔てを生じさせることはあってはならないと私は思います。加入は任意である PTA ですが、できるだけ多くの保護者に加入していただいて、うちの子もよその子もみんなで子どもを見守り、お互いにできる範囲で学校に関わり協力しましょうといった働きかけを教育委員会として促す必要があるのではないでしょうか。そのためにも会費をなくすか、できるだけ負担額を少なくすることや PTA 行事の保護者負担を少なくするなど工夫する必要があるのではないでしょうか。文部科学省総合教育政策局が発行する見守り活動ハンドブックには、登下校の見守り活動は学校を中心に保護者や PTA、 地域住民、行政、警察、民間企業、地域団体等が一致団結して連携協議し、地域全体で取り組むことが重要だと書かれています。組織に入っていないからといって集団登校に加えない、集団登校させたいのであればぜひ PTA 加入に
PTA に入ってほしいというのは、大人の混乱を子どもに持ち込んでしまうのではないかと思います。学校は双方が良い協力関係を築き上げていける中心的存在であってほしいと願うばかりです。今回の報道を受けて、PTA 加入活動の負担軽減と加入の在り方について、改めて教育長の見解をお聞きします。教育長。次に3項目目、PTA の在り方と負担軽減について、PTA は保護者と教員で構成する社会教育団体の一つで、子どもたちの健やかな成長に必要な団体であると考えています。また、学校と密接な関係がありますが、公の支配に属さず、自主的に運営される団体であることから、その取り組みは尊重されるべきものと認識しています。PTA の在り方については、本市の学校園における各単位 PTA におかれても、任意団体としての加入についての手続きや、役員をはじめ、会員活動の負担感などに課題意識を持ち、改革に向けた取り組みを進められていると承知しています。議員ご指摘の市内小学校 PTA では、業務を見直すことで会員の負担を減らすことを目指して取り組まれたものです。具体に、まずは子どもの安全を守る業務のみを運営することで、会員の負担軽減、会費の大幅な減額など、多くの保護者が参加しやすい組織へと改革を進められているものです。ご心配いただいている集団登校の件についても、非加入世帯の子どもを含むすべての子どもの安全に配慮した運用を考えられているところです。教育委員会としましては、PTA が任意団体として、学校への規模や地域の特色に応じ、時代に即した柔軟な運営に向けた改革を進め、すべての子どもたちの健全な成長を目的とする活動を展開できますよう、引き続き支援してまいります。以上、答弁といたします。5番、川本芳子議員。お互いが気持ちよく子どもたちを見守り合える環境を作ることを希望して質問を終わります。